演武開演。どうも。私のつれつれなる日常演武さんですよね。はい。というわけで本日は。どうも。本日はこちらミスタードーナツ4色のタピオカドリンクを飲んでみたいと思います。あタピオカはおそこの方にいますね。これは楽しみだ。こっちの方が分かりやすいかな。ではいただきます。はどれももちもちしていて美味しかったですが、氷がちょっと邪魔だった気がしますね。氷がない方がタピオカは味わいたいなって。各ドリンクの味はストロベリーソーダ、ちょっとやはり自分のような炭酸でしたが、そこまで強烈ではなくイチゴの酸味もしっかりありましたので、こちらのテイストとさせていただきます。そしてミルクティーはミルクの濃厚な甘みが口の中に広がり、紅茶の香りがあって美味しかったですね。これはこちらとしてこちらですね。で、マンゴー&オレンジはマンゴーの甘さとオレンジの酸味が見事に調和していて、タピオカのもっちり食感でもあっていましたので、こちらの点数とさせていただきました。そして最後の抹茶タピオカは抹茶の濃厚な香りがミルクにうまく溶け出していて、普通のミルクティーを飲んでも美味しかったのですが、そこにタピオカが入ってさらにもう一つ楽しみがあるようで、こちらも点数とさせていただきました。タピオカドリンクいろいろあって、侮れますね。もっと飲んでみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。